下流津崎より上流津岬を望む坂本龍馬像、桂浜桂浜は、高知県高知市浦戸に位置し太平洋に望む海岸。土佐民謡、よさこい武士にも歌われ、そして、太平洋を望んで立つ坂本龍馬の銅像がある、浜辺は、高知を代表する名所の一つとして知られる。上流図岬が北東端に、下流図崎が南西端にあり、その間に挟まれて、弓形に、 砂浜が伸びている。下流図崎には竜王宮があり、鳥居が立っている。桂浜の近くには、1591年、長蘇壁元地下が北側の丘陵部に裏土壌を築き、一時この地がお工場に変わって土佐の中心地になった時期もあった。しかし、初代土佐藩主として土佐入りした山内和豊がこの地では手狭であると感じ、1603年、 高知城を築いて移ったため裏土城は、廃城となった。現在は、坂本龍馬記念館、桂浜水族館、大町軽月記念碑などの文学碑等がある。坂本龍馬像は、高知県の青年有志の募金活動により1928年5月に、完成したものである。昔から、月見の名所としても知られ、毎年中秋の名月の夜になると、地元出身の歌人、 大町京月を忍びながら、文芸を語り先を組み交わす、明月祝用が開催される。近隣の浦戸地区には、開店及び、信用の格納庫の跡がある。高知駅、または、南張間や橋より土佐で、運交通バス桂浜駅に乗車し、終点で下車。ゴールデンウィークなどの大型連休になると、臨時駐車場から、無料のシャトルバスが運行されることがある。 この無料シャトルバスにはボランティアによる観光ガイドが献上していることもある。桂浜の砂浜は潮流が早いため遊泳は禁止されている。ありがとうございます。